うん、でもなんか空気を壊すことを悪であるっていう感覚が日本人多いじゃないですかあ。全くないです。僕、人を傷つけていいと思ってるタイプなんですよ。<laughs> 人が嫌な気持ちになったりとか、それは全く何とも思わないですね。お互い様じゃんって思うんですよね。ええ、嫌な気持ちになったじゃあ別に全然言われても構わない。嫌な気持ちになるだろうと思うこと言ってもらっても全然構わない。不快な思いをしたとか。 いや、うん、お前が不快な思いをしたことが何の関係があるのっていうっていうぐらい高顔無知で嫌なやつじゃないとやっぱり生き残れない時代になっ,ちゃってないです <laughs> でもいいやつとは言われないじゃないですか。あいつこんな嫌なやつだったよっていうのがちょっとずつ増えていくわけじゃないですか。生きてくる中でうそれはでもこっちが一方的に受け身で受け身でいるくせに提案したことを全部いらないいらないっていうとそうですけどだこっちから提案してやるといいんですよ。もっと面白い遊びを。 もともとそういうのにあんま興味がないっていう風俗ドラッグ系にそこまで。若気の至りはアメリカの時に住ませたので、<laughs> 未成年のうちにハイハイみたいな。仲のいい人とか、仲のいい会社の人とかと、そういう場所行きましたとかで、気を利かせて女の子が横についたりすることとかあるじゃないですか。クラブのリップルームですみたいなところ行くとはい、はい。気まずいっすよね、あれ。めちゃくちゃ。で、その人たちはそれで呼ばれてるし、座ってるしね。 そういう人たちはそういうお金をもらってるからなんとか頑張らなきゃいけないみたいになっちゃったりするわけじゃないですか。うん、やっぱり住んでるとあると思うんですよね、日本に。嫌なことを嫌だって、いらないものいらないって言えるか言えないか、それ大事ですね。